うさぎ岳は、赤石山脈南部の長野県飯田市と静岡市、青い区の境界に位置する標高2818メートルの山である。南アルプス国立公園内にあり、すぐ北側には小うさぎ岳がある。赤石山脈の主猟線上、西岳から西北西に伸びた尾根が、北北東に屈曲する点に位置する。ウサギ岳の北には中西丸山、大沢岳。 そして赤石だけが連なる。ウサギだけの山頂は、静岡県側と長野県側にまたがっているが、県境両線をやや西に外れた長野県側に、山東三角点がある。西側の天竜川の支流の東山川の谷間からは、雄大なウサギだけの採用を望むことができる。山頂付近は、森林限界の廃末帯で、雷鳥の生息地で、高山植物の群生地となっている。 南斜面は崩落地となっていて、西掛の南西斜面には赤色チャートの露出地がある。夏に雨量が多い。山頂部は5月下旬まで積雪することがある。6月初旬頃まで山頂部の登山道に残雪がある。11月に入ると山頂部は本格的な冬山となる。周辺の南アルプス南部でも漁師の減少や、 地球温暖化などの影響で鹿の個体数が増加し、山腹の植林地の針葉樹の皮が食べられたり、鉱山体の毒性のあるものを除き、高山植物が食べ尽くされる鹿の食害が生じている。2010年8月28日から30日にかけて、山頂付近の来鳥の餌でもある、高山植物の群生地を日本自家の食害から守るため、 約1100平方メートルの区域に防護柵を設置された。周辺の排末帯では、イブキジャコウソウ、シロバナタカネビランジ、タカネマツムシソウ、ヨツバシオガマなどの鉱山植物が見られる。周辺の登山道は、排末帯の岩場やされ基地で、高山植物が豊富で来鳥の生息地となっている大沢岳の登山口となる、白曽峠南アルプス狩猟線上に登山道があり、 他には直接山頂へ登る一般登山道はない。このため南アルプス重曹時に登られ、この山のみを目的として登頂される例は少ない。山頂からは周辺の南アルプスの山々、西に中央アルプス、北西に北アルプスなど360度の眺望がある。赤い主学、大沢学中世丸山から、小兎岳から、ギ岳から、 うさぎだ避難小屋から生竹から、小生竹から、生氷南竹、上郷地学南アルプスの主猟線の重層路が、瓶が島。西沢渡るあざみ畑から、生氷小生竹から生竹から、うさぎだ避難小屋からうさぎ竹西側の瓶が島からの、登山道がある。その一部が、炎山森林鉄道の跡地を通っている。ビンガ島から、先の西渡るには、があり、 発車を利用した荷物運搬用のかご渡しが設置されている。白び草峠、大沢渡る加工店、大沢渡る、大沢渡る山層から松峠、大沢学中生丸山から、小兎だけから、サだけ利用者は少なく、登山道は整備されていない。大沢渡るには荷物運搬用のかご渡しが設置されている。東マタリン道西佐は吊り橋から、 製氷小生竹から生竹から、うさぎ竹避難小屋から、うさぎ竹生竹の登山道が、東側の大井川の赤石ダムと、製氷を結んでいる。登山口や、稜線上には、山小屋とキャンプ指定地がある。登山シーズン中の一部の期間に、友人の営業を行っている。山頂直下約100メートル東に、うさぎ竹避難小屋がある。 床面や扉が壊れるなど荒廃していたが、2009年に自然環境保全事業として改修が行われた。赤石山脈の南部の主猟線上にある。北側には大沢岳へと稜線が伸び、東側には聖岳へと稜線が伸びる。また顕著な枝尾根が西側の立又山及び南西側の笠松山へと伸びる。江那山から望む赤石山脈南部の うさぎ竹周辺の山荒川岳赤石岳から、うさぎ岳から西岳上川地岳赤石岳から、望む赤石山脈の山々うさぎ岳から、小うさぎ岳から中西、丸山、大沢学以下の源流となる河川は、太平洋へ流れる。長野県側静岡県側、ありがとうございます。